政府の新型コロナ対策分科会の尾身会長は国会で、緊急事態宣言の解除をめぐり、首都圏は関西や中部圏と比べ改善のスピードが遅いとの認識を示しました。中京関西の比較的医療あるいは例の逼迫感染状況もかなり改善している。それに比べると首都の3県はですね、医療の方もまだ随分逼迫している状況が一定程度続いているし、感染の先ほど尾身会長はこのように述べ、1都3県は感染者の減少が鈍化していると指摘した上で、今後宣言が解除された後に再び感染者が増加することを防ぐ対策が必要だと強調しました。緊急事態宣言の解除をめぐっては首都圏を除く6の府と県について28日に前倒しできるかが焦点となっていて、このあと菅総理大臣と関係閣僚で協議する予定です。